おはようございます。速稼塾の久保です。深夜1時58分、まあ、いつも通り目が覚めまして、目の前にね、2つパンがあるんですよ。でこれはね、近くのドラッグストアで、まあ、割引のやつですね。まあなかなか割引になってないとちょっと買わないかなっていうパンを2つ買ってきてみました。で割引といってもわずかなんですけども、1つはバナナクリームサンドパンね、まあこれオーソドックスな形ですよね。でもう1つがね、これは私初めて、メロンパンフレンチトーストということで、まあある人に言わせれば体に悪いとかね、カロリーがどうこうとか言われると思いますけども、こういうのね、毎日食べてればそれはね、そうなるでしょうけども、まあ毎日食べないですからね、本当に月に1回とかぐらいなんで食べさせてください。最近はカップラーメンを食べる機会も減っちゃったんで、ちょっとね、代わりに菓子パン2つということでございます。でこの前ね、ランチパックを食べたら、それは有害物質が入ってるとかがんになるとか言いますけども、それは構わないです。私は結局人間は何かで死にますんでね、そんな長生きだけが人生だと思いませんので、すいません。面白おかしく充実した人生を送れれば、それが全てなんですよ、ね、長生きを目的にするとね、あれもダメこれもダメになっちゃいますからね。じゃあこれね、いただきます。フレンチトースト、メロンパンのフレンチトーストということです。2個に分かれてるな、甘くてまろやかですね。341キロカロリーものはたまに食うかな。まあ、ちょっとね、なんか妙な声が聞こえましたね。聞こえませんでした。まあ深夜だと出るんですよね、いろいろとね。ゾッとするものがありますけども、まあそれも仕方がないですね。いろんなこう、まあ、いわゆる霊が、ね、霊魂が漂ってございますんで、見えた方いると思いますけども、まあ、びっくりされないでください。これはね、皆さんの周りにもね、いることですし、出ることですし、声やね、ラップ音ってのあるんですよ。ただね、受信力っていうんですか、受け取れる人があんまりいないんですよね。まあ、私たまたま受け取れたんで、撮影中にもたまにこういうことあるでしょうね、じゃないですか。何なんですかね。で、バナナクリームの方もいただきます。これなんか給食みたいなやつですね。これもね、371キロカロリーもあるんで、2つ食べたら、もうそれはおでぶちゃんになっちゃいますね。じゃあいただきます。まあもうお腹いっぱいですね。やっぱ深夜ですからね。じゃあ今日もたくさん YouTube 撮っていこうかなと思います。いってらっしゃい。